マンチェゴ風ミガスムルシア風ミガスセモリナを使用したアルメリアのミガスは伝統的なスペイン料理、ポルトガル料理、メキシコ料理及びテクスメクス料理である。スペイン語及びポルトガル語でパンくずを意味し、元来残り物のパンを使用した料理であるが、今日のスペインのレストランでは昼食や夕食の前菜として供される。スペインのアンダルシア州アルメリアには仕上がりがマグリブ料理のクスクスと似た小麦粉を使ったミガスがある。ミガスはスペイン西部から中部にかけて見られる料理で、材料は地域により様々である。エストレマドゥーラ州のミガスエストレメーニャスは1日経ったパンを水に浸したもの、ニンニク、パプリカ、オリーブオイルを調理し、ほうれん草やアルファルファを加え、鍋で炒めたポークリブと共に供される。アラゴン州テルエルのミガスで、テルエルは、チョリソとベーコンを加え、ブドウと共に供される。ラマンチャでは、ミガスマンチェガスが念入りに調理されるが、基本的に、アラゴン風、ミガスと材料は同じである。アンダルシア州では、ミガスは、マタンサの初めに食べることが多く、伝統的に豚、羊、またはヤギを解体した直後に凝固した血、レバー、腎臓、及び、臓物のシチューと共に供される。ミガスは直火や炭火で調理されることが多い。アンダルシア州アルメリアには、ニンニク、青唐辛子、ベーコンを炒めたオリーブオイルで小麦粉を炒め、水を加えて、そぼろ状になるまでかき混ぜたミガスでありながあるが、パンのミガスよりも水加減が難しい。炒めたニンニク、青唐辛子、ベーコン、イワシの塩焼き、ラディッシュ、オリーブを添えて食べる。地中海沿岸のミガスコンチョコラテやカスティーリャラマンチャ州のミガスでニーニョのような甘いミガスもある。また、パンの小片を油で炒めたクルトン状の付け合わせもミガスと呼ばれる。アレンテージョ風、ミガスがタスは戻して塩抜きした塩ダラを茹で、1日、経ったパンとニンニクに塩ダラの茹で汁をかけて潰し、ほぐした塩ダラ、オリーブオイル、酢と混ぜ合わせた料理である。ミガスアレンテジャーナは豚肉、ニンニク、パプリカペーストをラードやベーコンで炒めて取り出し、鍋に残った肉汁に1日経ったパンを水に浸したものを入れて炒めてから豚肉を添えて供する。キューバ料理のミガスデガトは日が経って古くなったパンを水に浸し、たくさんのニンニクを潰してじっくりと炒めて、香ばしい香りをつけた油でそれを炒めただけのとても質素な料理である。第二次キューバ独立戦争の煽りで食料が不足した時、パンだけはすぐ手に入ったためによく作られるようになった料理なので貧乏人の食べ物とされている。ミガスデプラタノはマチュキージョの別名である。メキシコ各地には細く切ったトウモロコシのトルティーヤをほぼカリカリになるまで油で炒め、鶏卵を加えてかき混ぜたトルティーヤ入り、スクランブルエッグのようなミガスがある。鶏卵が安く、出来たてのトルティーヤを家庭で毎日購入する習慣から生まれた伝統的な朝食である。前の日の昼食や夕食で食べきれなかったトルティーヤは、硬くなって味が落ちるので油で炒めて他の具材を加えるとより美味しく食べられる。同様の理由で生まれたチラキレスのサルサを鶏卵に、置き換えるとミガスとなる。どちらも腹持ちが良く、安価で伝統的な労働者階級の朝食である。メキシコシティのミガスは豚のすね肉、ハムの骨、アリタソウ、オレガノ、唐辛子を煮込み、古くなったボリーヨの薄切りを入れて、とろみをつけたスープである。熱いスープを供する直前に生卵を割り入れる。メキシコシティ繁華街、特にテピート地区のホンダで非常に人気がある。テクスメクス風ミガステキサス州では、ミガスはミガハスとも呼ばれ、伝統的なテクスメクス料理の朝食である。コーパスクリスティでは、四旬節の料理だったという。肉抜きのミガスは溶き卵に、トウモロコシのトルティーヤの細切れ、玉ねぎのみじん切り、唐辛子の薄切り、トマトのみじん切り、およびチーズを加え、様々な香辛料と調味料で味付けして、油で炒めた料理で、メキシコのミガスよりも具が多い。ミガスは通常フリホレスレフリトスと共に供され、これらをトウモロコシ、または小麦のトルティーヤで包んで、タコスを作って食べる。肉入りのミガスもあり、同じ材料に辛いチョリソを加える。トルティーヤの細切れはカリカリになるまで揚げることもあり、トルティーヤチップスで代用することもあるが、伝統的な調理法ではない。ありがとうございます。